人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う新米行政書士が在宅血液透析並びに人移植に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる本日は2020年12月の16日水曜日になります。前回、前々回に引き続いて、日本透析医学会誌、委員会長時間透析の現状と展望という委員会報告について、えー、素人であり、一患者である私が読んで理解した範囲内で内容をご紹介すると、 いうことになりますで今日は最終回になりますね。もともとこの日本透析学会誌、頻回長時間透析の現状と展望をなん、まあ、で読もうと思ったかっていうのは、まあ、繰り返しになるかもしれないですけども、まあ、あの在宅血液透析という、まあ、医療行為がね私がやっている在宅血液透析というのが、うん まあ、医療行為をねこう、受動的ではなくてあの、患者は自ら能動的に行うという、まあ、特殊性があるなと思って、まあ、この在宅血液透析患者サイドも、まあ、のその医療行為についてね、能動的に学ぶ必要があるんじゃないかということで、ま,あ、まず手始めに、日本透析学会の、えー、維持血液透析ガイドライン、まあ、ガイドラインですね、でこれを、まあ、読んで理解。 してねまあ、私なりに理解してで第2弾として、えー、この日本透析医学会始「編解」長時間透析の現状と展望を、まあ、読んでみたわけですねで読んでみて、まあ、非常に、えー、内容はあ難解で、まあ、医学用語も、まあ、あふんだんに散りばめられていてなかなか理解に苦慮したんですけれども、まあ、私の理解できた範囲内でご紹介しているという次第であります。 で、まあ、加えて、まあ、これも重ね重ねですけれども、まあ、なんでこんな話を今、ポトキャストでしているのかというと、えー、先に発売されました、一歩先の透析医療、理論と実践ですね。で、こちらの書籍の内容をご紹介するブログの中で、委員会長時間透析に関するメリット、デメリットの内容に関しては、 私のブログをご参照くださいという形で長いっぱなしになっていたので、それでは不親切だということで、こうした音声メディアですけれども、皆様にご紹介をしている次第であります。何とぞお付き合いのほどを前回、前々回に引き続きよろしくお願いいたします。で、今日は、えー、とラスト、えー、格論の6、透析装置、で格論7、統計調査、 に関してのお話ですでは、格論6、透析装置についてです。で、最初に、えー、お断りというかうん、ぜひお願いなんですけれども、もしよろしければ、えー、私のブログをね、の、えー、いてみてもらいたいんですね。というのは、えー、引用文献が、 あるということと、あとは、うん、ちょっとこう透析の機械のね、そのえ特に RO 装置、うん、透析液の生成に関する部分ですね。これのえ装置のこう全体像がね、分かる画像を、まあ、引用元があるんですけれども、そこから、えー、ちょっと拝借をして、 え添付させていただいているので、えー、そういったものを、まあ、実際に見られた方がね、イメージはしやすいと思うので、まあ、この場でね、あのー、お話ししますけれども、ぜひ、まあ、聞いてみてね、ようわからんぞという方も、で、まあ、聞いていただいて、ああ、面白そうだなと思っていただいたら、まあ、ぜひですね、ブログの方を覗いていただけると幸いです。 とはいえ、この音声メディアポッドキャストでも、できるだけ丁寧に分かりやすく説明するよう努めてまいりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、格論ク6透析装置ですが、えっ、ー、と、内容の大半は、在宅血液透析用の装置に必要な機能や条件について、国内の透析装置メーカーへの調査、検討を行ったその内容報告になってますね。 で対象となった国内の透析装置メーカーは、えー、2基礎でトーレ、ニ、えー、プロで JMS と4社から、えー、RO 装置ならびに透析機器装置への今後の展望がご紹介されてましたね。血液透析機器への今後の展望については2点挙げられてますね。で1点は透析液の生成についてですんで。もう1点が えと操作タッチパネルのことを触れていましたね。で、まず最初、統制ケーキの生成についてです。で、えー、ここの部分が、えっ、ー、と、先ほどね、冒頭でお話しした、えー、引用文献、参考文献がありまして、そちらをブログの方に、えー、添付しておりますのでね、ぜひそちらをご参照いただければと思うんですけど、う まあ参照文献ど、何かというと、日本、えー、医療機器学会っていうのがあるらしくて、そこの医療機器学っていう、まあ、これも医療雑誌なんでしょうね。そこの2016年に出された、えー、医療機器学の雑誌の中のん在宅血液透析に求められるシステムとその役割っていう、えー、文献がありまして、そちらを、まああ ながら読まませてていいただいてますで、それをまあ参考にしてますのでね。はい。ぜひぜひ興味のある方は、ブログから入っていただいて、読んでいただけると幸いです。で、えっ、ー、と、この透析液の生成についてですけれども、粉末溶解可能な装置について言及していますね。うん。なんのこっちゃっていうことですけど、あの、 現在のね、在宅血液透析で使用している透析液って、あのー、こう6リットルとね、か、あとは9リットルのお透析の原液、液体タイプっていうんですかね、液剤タイプなんですよ。うん。で、これを、6リットル、9リットルの透析、原液を、毎回メーカーさんが運んでくれるわけですよ。まあ大変そうですよ。 6リットルとか、まあ、9リットルなんか超重いですからね。で、うちなんかは、まあ、ちょっと坂登ったところに家があって、で、しかも透析室が2階にありますのでね、一旦道路から階段を降りてもらって、玄関入って、えー、また階段で2階に上がるっていう作業を運搬担当者にはね、非常に感謝申し上げていますけれども、 うんそういったあのメーカーさんの負担もありますし、あとはその、まあ、毎回の透、ね、析で、あのまあ、患者だったり、まあ、介助者、まあ、うちでいうと妻ですけれどもが、あの毎回その、備品庫っていう、ねえー、くくりのものがうちにもあるんですけど、まあ、旧押し入れですけどね、でそこに一旦た6リットルで、9リットルの透析、原液を、まあ、タンク状のものを置いているので、それを 透析装置の横まで毎回毎回こう運ぶっていう必要があるんですね。妻にやってもらってるんでね。まあ、妻は大変だと思うんですけれども、まあ、そういった負担もあるぞということですね。で、この実はその透析の原液っていうのは、うん、と粉末剤を、まあ、溶解、溶かして生成することができるんだというふうに書いてましたね。で、これは、あのー、施設血液透析の、まあうん、結構大き 決めのっていうんですかね、医療施設だったら大半がそうなんでしょうけど、あのセントラル方式、えー、人工透析システムっていう,うものがあるらしくてうん、アルファベットで言うと CDDS っていうらしいですね、セントラルダイアラシスフルエットデリバリーシステムという透析液をその患者に使用できるレベルに、ね、生成するのを、まあ セントラル、一括で、まあまあ作ってしまって、そこから各透析機器に流すっていうシステムなんでしょうね。で、これが、えっと、先ほど申し上げた、その、絵をね、全体像の絵をブログでご紹介しているので、ぜひ見てもらえると、興味深いと思うんですが、これをね、負担がね、あるので、そういった負担もなくなるでしょうし、で、当然使い終わったら空箱が、 空の容器が発生するのでね、そういった廃棄に対してのメリットもあるということなので、在宅血液透析においても、その施設血液透析でね、あの使われている、うん、センテラル方式、で、こちらは、まあ、その粉末の,、ねうん、その透析、えー 剤をこうまあ1回溶解して、それにさらに原液を作って希釈してまあ供給するっていうまあシステムですけど、それを個人版、個人でも粉末を溶解して、透析として使えるようなあの個人用の溶解装置っていうのを開発することができればという、そういったその透析液の粉末剤への期待。 が高いというふうに述べられていましたね。はい。で、もう一つ、操作タッチパネルについてです。透析機器装置、タッチパネルの在宅血液透析向けの変更については、こう述べています。現在のところ、在宅透析専用のタッチパネルはなく、機能を制約することによって、必要最低限の操作が可能であると。在宅血液透析専用画面の開発に関しては、 認可や制約を受ける可能性があり、今後の課題であるというふうな提言がなされているにとどまっています。はい。で、で、えー、っと、一応この最後、まあ、考察としてね、結びとして、えー、アメリカでは在宅血液透析用の専用の装置が2台承認されているという記述がありました。で、これは自分で言うのもなんですけど、まあ、すでにですねうん、この2台言ってますけど、まあ、2社。 うん、アメリカのね、えーと、在宅血液透析専用の機器をのメーカーですかね。で、これに関しての記事というのを実はもうすでにアップしていてですね、私なりに勉強はしていたんです。で、一つが、アウトセットメディカル社っていうところで出しているタブロっていう透析機器ですね。で、もう一つは、ネクステージ社のシステム1っていう透析の機械。この二社、これについて、 を指してるんだと思うんですけど、まあ、もしね、えっ、ー、と、アウトセットメディカル社のタブルについて、で、およびネクステージ社のシステムワンについて、興味がある方あーがいらっしゃったらですね、ぜひ、あのー、このブログからですね、えー、その当該ブログの方に飛べるようにしてますので、結構面白いっすよ。あのー、まあ、なんでしょうね。 うーんまあ、今、自分が在宅血液透析をやっていて、今、2基層の、ね、透析機器を使っていて、まあ、それはあの通常の,の施設血液透析でも使っている機械で、まあ、高スペックは高スペックなんですね、まあ、それを使わせていただいているんですけれども、まあ、それに慣れてしまっているので、ね、その海外の在宅血液透析用の機械ですって,ってご紹介されている。 YouTube 動画なんかを見てもね、うん、あ、いいなとはそんなに直接思わないですけどね、多分慣れだと思うんですけど、まあ、ただ、あのー、多分素人には分からない旨味があると思うんですよ。例えばコスト面だとかね、うん、いろんな使用面だとかで、多分利点があるんだと思うんですよね。うん、で、それが、あのー、実際まだ日本ではあちょっと遅れを取ってるということなんでしょうね。アメリカでさえ、 えー、2社、2台だっていうことですからね。まあ、それ、これを多いと取るのか、少ないと取るのかちょっとわからないですけど、なので、実際、あこういうものなんだ、在宅血液透析専用の透析機器って、こういうもんなんだっていうふうに、まあ、興味持てると思いますよ。見ていただいてね。はい。ぜひ、関心があったら、覗いてみてください。 で、格論の最後、7、統計調査、えー、カ JRDR、予後解析から見た貧回長時間透析の指摘透析量括弧で、ここはですね、えー、以前のポッドキャストでも、まあ、何度も出ています、ご紹介しています、HDP っていう指標ですね、えー、ヘモダイアラシスプロダクトという、 あの、透析のスケジュールにね、注目した適正透析の指標ですね。1回透析時間かける回数の事情ってやつですね。HDP。ここの話をしてますね。うん。あのー、前回、あ、前々回か。えー、格論の1で、えっ、ー、と、小分子である尿素を、えっ、ー、と、指標物質とした、あの、 KT スラッシュ V っていうやつの指標を話しましたよね。あのクリアランスに時間かけて、それを患者の待機送料で割るっていうね、うん。で、その指標が、えっ、ー、と、まあ、中分子もね、考慮に入れている、まあ、現在の指標には適さないと。で、特にその頻回長時間透析の評価指標としては、まあ、適用は難しいという話は、 ご紹介したと思いますね、うんでまあ、ちょっと重複しますけれども、まあ、現状では頻回長時間血液透析のこの透析量を生命後との、ね、関連で適切に評価する指標というのは定まっていないんだということで、この HDP の出番ですよ。うん、で、えーと、このカ論7統計調査のこの JRDR って何だよ って思うかと思うんですけど、えっ、ー、とですね、Japanese Society for Dialysis Therapy Leaner Data Registry っていう、何なんでしょうね。さっぱり分かりませんけど。<laughs> で、これのな、何なんでしょうね。調査データベースみたいなもんなんですかね。その統計調査のね。で、その中の、その2010年末の 透析患者対象としてね、この HDP のという指標を用いて解析を行ったと、まあ、その結果及び考察が述べられているんですね。えっ、ー、と、まあ、これはその以前ね、ポッドキャストでもご紹介しているので内容重複しますけれども、この HDP っていうのはね、その 透析スケジュールに注目した適正指標、適正透析指標であると。でつまり実際の代謝物除去量ではなくて時間と頻度だけで評価されるっていう指標ですね。で、えー、HDP が70以上がいいですよっていうそのことがゆら言われているんですけど、で、あくまでこの70っていう数字は、その多分これも あ以前話したと思うんですけどね、その80年代前半にアメリカの調査ですかね、臨床調査だと思うんですけど、と長時間透析により10年生存率75%っていうね、長期生存率の優位性を報告したものがあって、その際の HDP が72だったっていう、そのことに立脚してるんだそうですね。うんまあ、それを週3回で換算すると 1>, 1日の透析時間は8時間なんですけどね。うんまあ、そこの72っていう数字から、この HDP70 以上がいいよっていう、その根拠らしいんですけど。うんでまあ、ちなみに、まあ、これも何度も言ってますけど、えー、施設での標準血液透析、えーまあ、時間を4時間と仮定するとね、週3回4時間だと HDP は36だということですね。まあ、これも述べられていました。で この角度7の最終的な考察として、どう落としどころとしているかというと、まあ、ちょっとやっぱり曖昧というかね、やっぱデータが少ないんだっていうことなんですよ。つまり、その、この今回ね、いろいろ解析はしてみたと、その、何でしたっけ、えっと、JRDR。 っていうちょっとなんだかよくわかんないですけど、これの,の2010年度末の透析患者を対象として AGDP という指標を用いて解析をしたんだけれども、うんまあ、確かに、ね、こ AGDP という指標自体には、ね、一定の評価があに値するんだけれども、そのこの今回の、うん、観察というのは、ねえーまあ、12か月という観察期間が、ね、非常に短くて、まあうん、死亡イベントが少ないということと、 品化透析患者のサンプル数が少ない。まあまあ、そりゃそうですよね。うん、まあ何度も言ってますけど、在宅血液透析を行っているのが2018年度の12月末時点で、透析患者全、えー、と、約34万人に対して720人、えと、ー、率にして0.2%しかいないんですからね。うん、まあサンプル数が少ないと。いうことなどもあってね。うん。 なかなかこう、評価するには難しいということですね。なので、今後は、まあ、当たり前の話なんですけど、頻回長時間透析がね、まあ、行う患者さんがさらに増えて、まあ、それによって、その直近のデータを用いた、えー、と解析を行って、うんまあ、より長期的に観察を行うことで、えー、精度は増すんではないかというふうに。 結んでいるというか、まあ、そこを落としどころにしているという感じですね。はい。日本透析学会雑誌「頻回長時間透析の現状と展望」について、全3回に分けて、えー、素人であり、一患者である私が先日ながら読ませていただいて、えー、理解、 できる範囲内で内容をご紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか個人的には、手応えがあった部分と、うーん、という部分もあって微妙です。なので、えー、前回かな前々回申し上げましたけれども、もし、リライトならぬ、リレコーディングをする機会があれば、ぜひ、 再チャレンジさせていただきたいなと思っていますが、それはさておき、記事というか、この委員会報告を読ませていただいて、ブログとしてまとめていく中で、現在の自分の在宅血液透析にどう落とし込んでいくか、これが要は大事だろうと思ったわけですよ。この委員会報告を読むだけじゃなくてね、これを読んだ上で、患者自身である私がね、読んだ上で、 実際の今の自分の在宅血液透析の、まあ、いろんなこう透析環境とかありますね。それと,、まあえー、と対比させてね、どう落とし込んでいくかっていうことなんだろうな。そこが大事なんだろうなっていうことは強く感じました。その透析頻度だったり時間ですね。であとあ、バスキルアクセスの管理についてだとか、まあ、今の自宅でのね、 まあ公衆衛生だったり安全管理についてだとか、あと、実際に大学血清透析を、まあ、今、8年弱になりますけど、そこで感じたね、医療機関だったりメーカーへの要望だとかって、多分、いろいろあるんだと思うんですよ。まあ、自分で言うのもなんですけどね。まあ、そういったものを、今回の委員会報告を読ませていただいて、そこと、現状、自分の現状と照らし合わせて、 えどうなんだっていうところをまとめることがね、えー、大事だと強く感じました。実際ね、これ、何度も申し上げてますけど、そのやっぱり現状、在宅血液透析の数って少ないわけじゃないですか、で結果として、どう、委員会報告でも何度も言われてました、やはり頻回長時間透析に関するエビデンスレベルが低いと、要はデータが少ないっていうことですよね。 うんなので、結果として、まあ、私個人としては、その、この現在ね、在宅血液透析を行っている私を含めた患者の責任で役割って決して小さくないと思うんですよ。うん。とにかく、まあ、とにもかく、も絶対事故を起こさないということは大前提としてね。うん。プラスアルファとして、やっぱまだまだマイナーな、この頻回長時間透析というね、この医療行為。 この未来のためにね、大げさに言うとね、自らの経験というのを的確にフィードバックするということ、これは大事かなと。で、それがひいてはね、のそのことが自分自身の未来をより明るくするものだと信じていますのでね。うんなので、繰り返しになりますけど、今回の委員会報告と、実際今の自分はどうなんだっていう、今の在宅血液透析の 環境透析環境とか、透析スケジュールとかね、そういったものがどうなんだで、それに対して感じることっていうのを、こう、フィードバックする、表現していくっていうことが大事なんだなと、強く感じたので、次に、まあ、最終章ですね。まさに最終章で、在宅血液透析の、こう、メリットをね、 あの今後とも自分自身が享受するために、えー、この委員会報告、貧会長時間血液透析の現状と展望っていうのを、もうしっかり現状に落とし込むという作業をブログでしてみましたので、はい。えー、ぜひん、最後までお付き合いをいただきたいと思います。それでは全3回にわたって、えー、放送してまいりました。 日本透析学会雑誌「貧海長時間透析」の現状と展望に関する内容紹介は終わりにいたします。う長い間ご清聴ありがとうございました。ということで、今回は以上になります。 この番組では引き続き在宅血液透析並びに腎移植に関する患者目線での情報を発信してまいりますブログ「人生をよく生きる」も解説しておりますのでそちらもご覧いただければ幸いです URL は h t t p s k i n g d a i c 2020 com ですそれではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。